モリンスナンバーワン信号拳銃。合計1インチ。1940年、ベリッジ社製造信号拳銃は、信号弾を発射する銃である。これらは通常、他の信号手段と同様に、海上、または地上の人々から、航空機への救難信号として用いられる。信号弾は空中へ放たれ、近くの救助員は、要救助者を発見し、 救助できる。信号拳銃は軍用にも用いられる。大日本帝国陸軍では航空機から地上部隊へ信号を送る際に信号拳銃が利用された。信号拳銃の発射の様子最も典型的な信号拳銃の形式は単発5層型でスナブノーズの拳銃から信号弾を射出するものである。このモデルは アメリカ海軍士官のエドワード・ウィルソン・ベリーが開発し、広めたことから、ベリーピストルとも呼ばれる。これらは、シングルアクションで作動し、撃鉄によって、センターファイア式の発火動作を行う。現代の製品は、しばしば、明るく再色され、耐久力のあるプラスチックから製造される。第一次世界大戦や、第二次世界大戦で使用された、旧式な信号拳銃は、 通常2 5 4トルの口径を持っている。より新しいモデルではもっと小さな12ゲージの信号弾を使用する。信号拳銃は要救助者が救難信号を送る必要がある時にも用いられる。その時、信号弾は直上に発射されなければならない。信号はなるべく長い病児視認できるようにされ、要救助者の位置を明らかにする。 民間人のボート救難用機材としては国により異なるが軍用の拳銃型ではなく使い捨ての単発式チューブ式が多く使われている。これはチューブの一端をねじるか打撃することで点火する。日本でも船舶に搭載する産業用手法として公安委員会から許可を得れば所持できる。日本陸軍の使用した十年式信号拳銃では発煙弾及び 彩り光弾を用いた。発煙弾は昼間の信号に利用した。これらは打ち上げられると釣り傘に下げられた、発煙筒が約15秒間発煙し、視認できる距離は約4000メートルだった。彩り光弾は約15秒間発光し、昼間は2500メートル離れた距離から、夜間は12000メートル離れた距離から視認できた。 これらの信号が最もよく視認できたのは、晴天で太陽に向かい合わない時であり、効果は天候によって大きく左右される。シュトゥルムピストーレを構えるドイツ陸軍歌士館。第二次世界大戦で、ドイツ軍はいくつかの信号拳銃のモデルから打ち出せる、グレネードを製作した。信号拳銃を改造したカンプピストーレは、合計 26.6mm の榴弾を、 発射できる。発展型のシュトゥルムピストーレでは、モンロー効果を利用した、対戦車榴弾を射出できる。重いグレネードを発射する際の反動が強力であった、ため、射出には肩当てを用いた。兵器としての使用を意図しなくとも、信号拳銃はいくつかのケースで武器として使われた。第二次大戦中の1942年、イギリスのウェールズに所在する。 ペンブリー飛行場に後方を誤ったドイツ人パイロットが不時着した。飛行場で当直任務についていたジェフリーズ軍曹は普通使われるような武器を携行していなかった。そこで彼は信号拳銃をつかみドイツ人パイロットのアルニム・ファーベル注意を捉えるためそれを使った。この出来事によって連合国軍は当時最新鋭のドイツ戦闘機である フォッケウルフ FW190 を入手することとなった。アメリカ陸軍航空隊のパイロットであったアレックス・キムボールは彼の自助伝、シンクライク、エイバードで以下のエピソードを著述している。彼はラドファン占領作戦におけるアデンへの強行着陸で武装した攻撃者に信号拳銃を発射した。信号弾はその男の服に引火し死に至らしめた。 1971年12月4日、スイスで開かれた、モントルージャズフェスティバルにて、フランクザッパと彼の率いるバンドマザーズ・オブ・インベンションが演奏している最中、招待された観客が、照明弾を発射した。照明弾は、ジュネーブ湖に面する、モントルーカジノの、総合娯楽施設の天井に引火した。カジだ。と、ザッパは叫んだが、しかし、監修は、 それが全てショーの一部であると思い込んでいた。結果、発生した炎が全部のカジノを焼き払った。当時、ディープパープルはこのイベントを目撃しており、彼らの書いた歌、スモーク、オンザウォーターではその事件を歌い、1972年の LP レコード、マシンヘッドでリリースされた。ありがとうございます。